オーバーズルム、オーバーズルム、標準ドイツ語、オーバーサルム、アレマン語、オーアサルム、オーバーズルムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン群に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。1972年に、それまで独立した町村であったアファルトラハ、アイヒエルベルク、エシェナウ、バイラーバイバイ,バインスベルク及び、 ビルスバッフ派が合わして成立した。さらに1975年にジュルツバッフ派が合併した。オーバーズルムの名前は町を貫通するズルム川にちなんだものである。オーバーズルムはハイルブロン軍南東部ズルム川の渓谷に位置する。シュベイビシュイコールフレンキシャーバルト自然公園内のレーベンシュタイナー山地のふもと標高200メートルから502メートルの場所にあたる。ブライテナウアー湖は その一部が、町域にかかっている。町域内で、シュリーア・バッハ川、ゼーベヒレ川、ズルツバッハ川、イジョウ、ウガン川、ハムバッハ川、サガン川がズルム川に合流する。オーバーズルムに隣接する市町村は、南から時計回りに、レーベンシュタイン、レーレンシュタインスフェルト、エルホーフェン、バインスベルク、ブリッツフェルト、ホーエンロウエ軍である。 ベッツフェルト軍を除きいずれもハイルブロン軍に属す。オーバーズルムは、レーベンシュタインと行政共同体を形成する。オーバーズルムは、かつては独立した町村であった、アファルトラハ、アイヒエルベルク、エシェナウ、ジュルツバッハ、バイラーバイバインスベルク及びビルスバッハの各地区かなる。町境の北東部、オーバーズルムイコールエシェナウ地区とブレッツフェルトイコール、 セッパハ地区の間に、かつては、エッシェナウに属していた、小集落ビースレンスドルフがある。オーバーズルムを構成する6つの地区は、いずれも何世紀もの長い歴史を有している。ビルスバフ派は、7世紀にはすでに成立していた。エッシェナウは、ビーシャエスジャイナホとして780年に、初めて記録されている。他の地区も11世紀から13世紀に記録が残され、 最後のアイヒエルベルクは1275年に初めて記録されている。ビースレンドルフ集落は1387年に初めて記録されている。これらの村は地方貴族やシェンタール修道院の所領となっていた。アファルトラ派は13世紀にはレーベンシュタインハクとバインスベルクが治めていた。レーベンシュタイン博領部分は1278年から1805年まで。 カトリックの西ヨハネ騎士団、現在では、マルタ騎士団の名で知られるの統括地区であった。エシェナウは、レーベンシュタイン博の霊園であり、霊園進化として、エシェナウ家が城を有した。この城は1504年に破壊された。15世紀末からは、ゲミンゲン家が治め、1573年に上官を築いた。百四十一年から百四十二年には、 シュトットガルトや周辺地域からの少なくとも110人のユダヤ人の老人がエッシェナウ城内に収容され強制老人ホーム。このうち11人が亡くなりアファルトラ派のユダヤ人墓地に葬られた。他の人々は1942年にテレージエンシュタット強制収容所に送られ、そこであるいは東部の絶滅収容所へ移送され命を奪われた。 ジュルツバフ派とビルスバフ派は1504年からビュルテンベルク領となった。他の地区は1805年にこれに続いた。その後1926年に廃止されるまで全地区がオーバーアムト・バインスベルクに属した。同オーバーアムト廃止後はオーバーアムト・ハイルブロン、1938年からはハイルブロン軍に属した。1972年5月1日にアルトラ アイヒエルベルク、エシェナウ、バイラーバイバインスベルク及びビルスバフ派が合併し、新しい自治体、町村オーバーズルムが誕生した。1975年1月1日にジュルツバフ派がこれに合併した。オーバーズルムは、プロテスタントが優勢な町である。アファルトラ派、エシェナウ、ジュルツバフ派、アイヒエルベルクを含むバイラー及びビルスバフ派に、 それぞれプロテスタントの教会組織がある。かつて西洋派ね騎士団の管轄地域であったアファルトラ派にはカトリックの教会組織があり、他の地区や近隣市町村のカトリック信者をも管轄していい。オーバーアッツルムには新首都教会の組織もある。オーバーズルムの議会は二十二議席で、議会にはこの他に市長が加わり議長を務める。アファルトラ派、アイヒエルベルク。 エシェナウ、ジュルツバッハ、バイラーバイバインスベルク、ビルスバッハの6つの各地区には、それぞれ6人の議席からなる地区議会がある。図柄、赤字で、金の波帯の上に、金のブドウの房。房には両側にそれぞれ金の葉をつけた金の軸が、ついている。町の旗は、金赤である。新しく創設された町であるオーバーズルムは、 住民アンケートにより現在の紋章を採択した。この紋章は、シュトットガルト中央文書館が提案したモチーフを組み合わせている。ぶどうの房は、町のほぼ全域で行われている、ぶどう栽培を象徴しており、並体は、町名の由来ともなったズルム側を示している。紋章の銀と赤の色は、レーベンシュタイン核としてこの町の町域の田の部分を、かつて統治していた。 バインスベルク家を早起させる。紋章と、旗は、ハイルブロン軍の軍長から認可された。エシェナウとアファルトラハは、多くの見どころを持つビュルテンベルクワイン街道沿いに、位置している。バイラーには、学校博物館。この分野では、バーゲンイコール、ビュルテンベルク州最大が、アファルトラハには、アファルトラハシナゴーグ博物館がある。アファルトラハアイヒールベルクエシェナウジュ ルーツバッハ・バイラー・ビルスバッハ・オーバーズルムの重要な経済基盤はブドウ栽培である。3つのブドウ栽培者組合と独立の栽培業者が合わせて387ヘクタールのブドウ畑を経営している。オーバーズルムにはワイン製造業者のシュロースコロレやフルトラックがあり、ワインの他に発泡酒も製造している。この土地はビュルテンベルクワインの生産地でいうと、 ビュルテンベルガー・ウンターラント地方のザルツベルク大地区に属す。オーバーズルムは、ハイルブロンから、マインハルトへ向かう、連邦道 B39 号線沿いに位置する。鉄道では、ハイルブロンからクライルスハイムへの放炎路へ、鉄道沿いに、ジュルツバッハ、ビルスバッハ、アファルトラハ、エシェナウの駅がある。二千五年十二月からは、この路線を利用して、ハイルブロンエイリンン間を、 アルプタール交通会社の S バーン、トラムトレイン S45 系統が30分ごとに運行している。これに伴い、ジュルツバッハシューレ、ビースレンスドルフの2つの駅が開業した。ビルツバッハ地区には、1969年創設の企業 CD、カートンドラッグ AG があり、375人が勤務している2006年現在。この会社は、 化粧品やお菓子用のシャレた包装材料の生産を行っている。USA、ニュージャージー州、フェアビュー、フランス、パリ、ポーランド、グダニスクにも支店を持つ。カートンドラックは2004年には5億点の包み剤を出荷し、6、600万ユーロの売上を上げた。オーバー・アッツルムでの出来事は日韓紙ハイレブロナーィマのバインスベルガー。 タール版に掲載される。2000年10月から週刊のニュース広報誌サルムトルでダスエクストラブロットが発刊されオーバーズルム及び近隣地区に無料で配布されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。